も358でございます。現在ですね、ココイチのカツで、世間をお騒がせしている大光という廃棄屋さんの前に来ております。ここですね、ニュースとかでよく出てるんですけれども、今はねとても静かな状態となってます。この後でどうなるかは分からないんですけれどもね、廃棄、こういうね食に関する問題に関しては日本人大変うるさいんで、勘弁していただきたいというふうに思っております。